はい、こんにちは、こんばんは、ございます。クズです。合計で160点を叩き出さないといけないのか。で、パッドが90点しか取れなかったから、まあ、しかってね、俺は70点取んないといけないんだ。これ無理じゃね？プロメテウス。習ったんだけどな、何だったかな。誰かの名前なんだよね、プロメテウスって。あれ、こんなんだったっけ？名前っていうか問題変わってない？俺さ、0.0 何パーセントとか言って、これこっちじゃねえか。ああ、でも同じなのかな、大量大虐殺を。知らねえんだけど、本当に。これが、かぐらんでさ、自分ちだから。どこだったかな。どのくらい？3日未満。これもね、覚えてないんだよな。ドラゴンに子供ができると。俺知らないんだけど。あ、フェアリーのことかな。ドラゴンは、自力で。あ、またか。これ違うのかな？どれが当ててどれが間違ってるかの自信がね、ないんだよね。7問正解か。絶対分かってるやつ、さ、よくね、昔ママンからさ、中間期末とかテストあって、試験どうだったって聞かれることがあるんだけど、俺、分かんないんですよ。合ってるかどうかなんて。ね、今のテストだってさ、分かったつもりで答えてさ、間違ってるかもしんないじゃん。で、分かんないって言うとね、怒られるんだよ。お、分かんないってどういうことだよっていう。できたかできないかったかを聞いてるんだって、それが分かんねえって言ってるっていうね、堂々巡りで、だいたい俺は怒られたんだよね。どうせできないしね。お、やった、やったぞ。 2回で合格。2回目はないんですけどね、本来。多少問題は違ったけど、大体その、このパート、この章で出てくる問題はいくつか決まってて、それがランダムで出てくるのかな。まあ正直今回の問題は、こっちなんですけどね。はい。で、ちなみにね、空流隊がね、エースだって言ったから、一番ね、人数が少ないのかなと思ったら、実はね、海流隊の方が少ないんですよ。だから地、空、海の順でね、少ないみたいですね。ん？セーブ？こんなところでセーブ今まであったっけ？タッタリア遺跡？これ遺跡に今度行くの？それとも前回のがタッタリア遺跡だったか？むむむ。目を開けるとそこは見たことのない不思議な作りをした建物だった。ここはどこだ。僕たちがいるのは、あれさ、R 君がさ、僕とか俺とか結構一人称が変なんだけど、変っていうかブレてるんだけど、いい？今回のバトルフィールドはタレフ文明が残して食べるタッタリア遺跡。あ、今回がやっぱタッタリア遺跡なんだ。タレス文明、タレスじゃない、タレスはね、別の漫画アニメですよね。タレフ文明の特徴は物質の瞬間移動。やばくね。まだ我々はその謎にんを解明していないが、遺跡にはいくつもの時空の輪が残り起動している。ではリース、例のものをはめてもらおう。はい教官。え、マジでどうしたの。従順じゃん、怖い。今回のクリア条件は簡単だ。私のいるところまで来い。以上。そう言うと教官は周りにある時空の輪の一つに入り、そのまま姿を消した。教官が言うほど簡単じゃないに決まっている。どんな仕掛けがあるのか。あれ、すごい、教官消えちゃった。これ面白そう。えいや。
リリスもうやだリリスは一つの輪に乗っかると消えてしまった。全く今回と前とこれじゃ役に立っているんだかいないんだか分かんないじゃないか。立ってませんよ。またどこかで何か食べてケタケタ笑っているに違いない。先に強化のところを目指した方が早そうだやばい死ぬかもしれない。どうする。一応じゃあラウンドシールド。あ、しまった。パッとにラウンドシールドを預けたままだった。あー失敗したな。そうか、そういうのもあるのか。じゃあ俺はこっち行こうか。やっぱワープのね床っていうのをやると、まあ、R の世代じゃないけど山吹シティポケモンのね山吹オーミーラだ。山吹シティを感じますね。で、あ違う、あーそっか、防御が間に合わないんだよな何しても。列がないもんな。ちょっと魔法の方が強いかな。お、ミイラの方が遅いが、ボーボが、お、一撃で死なないぞ。お、これはいいんじゃないか。そしたら、あーこういう時に魔法が欲しいんだよな。やっぱ列魔法は強いな。全部チコが受け止めると。素早い動きができる、まあ、チコならではの技ですね。よし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 、いいぞ。でそこから、あ、ダメなんだ、ハードガードからじゃないとバーストレージが使えないんだ。あー難しいな。これいつまで続くんだ。あ、終わっちゃうか戦闘は。あー1で終わっちゃった。おっとレベルが上がらない。ここでもう早速レベル上がってくんないと結構きついんですけどね。あれ、あ、右にも左にも行けない。あ、じゃあもうこ、あーでもな、宝箱がありそうな気がするんだよな。うわ何これ、ムーマかな。よし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 、いいぞ。凪の出航、フォールアスリープだったかな、今ちゃんと見なかった。やっぱ漁師さんだからそういう波とか海系の言葉を使いたがるのかな。おおすごい、疑似 3D アクションゲーム。おお、いろいろ出るね。さっきのムーマちゃんはね、物理が、あ、物理しか聞きませんでしたね。これ敵、最初に出る敵ぐらいは戦った方がいいのかな。あ、一列、あーどうしようかな。の、な、何がいいんだろう。氷の方がいいのかな。多分炎、アンデッドには炎弱い。アンデッドだったらね炎系の方が弱い。あーでも防御は固めか。そんなにチコとか R が必死こいて頑張らなくても。お、ありがとう。ノーブルランス、ヒートスラッシュ、 OKOKOK。 炎属性覚えればね、仮にボスが、ゾンビ系ボスが出てきても。ゾンビ系ボス、どういうことだ。なんで遺跡なのに防御が35。どうした、強化しすぎたか俺。それとも敵の攻撃力があんまり高くないのかな。ここはどこですか、元の場所かな。おー、いろいろだな。戦闘に関してはね、あ、まだいる。戦闘に関してはそんなに怖くないですね。
あのね即死攻撃を使ってきそうで怖いね。なんだったら、あ弱い、あいけるいける、これ十分カットで間に合うね。あ今のところはカットしないだった。あ普通にエリア移動もあるんだ。あれあちゃんと階段あるんじゃん。よしよしよし、ボーボーアージス。物理がさ、あの効きすぎ、敵に効きすぎて魔法を使う場面がないんだけど、そんなにいらないかな魔法。ああなんだいけんじゃん、つっかえてただけか。あらそうなってくると難しいよね。敵が増えた、敵が増えちゃったよ、どうしよう。状態異常攻撃が一番怖いんだよね。なのでフォールアスリープちょっと使って、あ待って待って、アージスは、あ一列で一列落下できんじゃん。これもうどんどん撃っとこうぜ。即死攻撃とか、おおすごい、メテオ感あるな。あ強い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 っていうか敵が弱い。多分そんなレベル調整されてないでしょこのゲーム。弱い味方を入れておくと敵も弱くなるとか。お良さそうな感じの場所に来ましたよ。ただまたこれ時間食いそうな場所だな。赤青黄色、じゃあ赤で。デーモンミール大体開いちゃうんだけど、いいのかな本当に。そして暗黒感のある、早速ね R 君につけたいんですけども、あめっちゃ強い、毒と引き換えに特殊効果に耐性、ダメだろあこれだもん、このゲームは暗黒に厳しいよ。ちょっと待って待って待って、これさ拷問部屋じゃん、これサイコブレイクじゃないんですけど、どうしよう、開けちゃうに決まってんじゃんしょうがないよね。あミミックじゃない、普通にボコボコにしていい敵だ。よしよしよし、チコくんの攻撃がね全く仕掛けがない。あしまった、仕掛けあるんだよね。で開けると、あ爆発しない、アタックペッパー、あドーピング剤かな、もしかしたらあれかな、これちゃんと打撃武器には打撃武器の属性がついてんのかな。ミイラにね食らわないんだよ攻撃が、同じ63なのに半分しか食らわないんで、もしかしたらクリスどこ行った、あー君がつけてんのか。じゃあ父ちゃんの剣をもう一回つけ直して、君にねクリスをつけて、ボボボボ棒ハンマー行こうか、どうせ1しか食らわないからさ。うわ宝箱いっぱいある俺全部開けるからね。よしよしよし、で、あ中身自体はないんだ、もうじゃあ開けちゃうよ全部。ほいサンファイン、なんだろうサンファイン、なんか回復系かな、普通に見られるかなここで。特技、あ違う、火の玉が襲う、そんなもんか、いたかな普通に。ほい、敵ぶっ倒したら、あさっきなんかなんだっけ攻撃のやつもあったよね。ドラゴンじゃなくて漢方命の水、その他アタックペッパーは戦闘中かと、まやかしの像混乱か、ドーピングではなかったね。ここの敵は
お、ようやく当たりが。お、罠も特になく。あんだ、命の水か。外れかな。じゃあ次の宝箱行ってみようか。お、これは当たりか。当たりで、あ、基本的に当たりは、あ、太古の鎧、良さそうじゃん。太古、アークザラットではあったかな。太古じゃない、古代か。古代の指輪とか古代の剣っていうのがあったかな。太古だとあれか、太古の欠片とかがあったかな、モンスターハンターかで。装備すると次第に怪我が治る謎の鎧、どういうこと？リジェネがついてるってこと？あー、よくわからないんで、どうしようかな。 R くんしかまだね回復技覚えてないんで、リフレクトね、リフレクト鎧なんで、それを他の輩につけるとね大変困ったことになるんで。あ、太鼓が使えない。キャラによるんだよね。じゃあボーボー行け。さすがにね、このデーモンメール、ボーボー一人がね、死ぬなら構わないんだけど、みんなが迷惑するんでね。グラディウスか。グラディウスって何だっけ、探検家とかそういう感じだっけ、探索者とかそういう意味だったっけ。グラディウス、比較的無難な性能の剣。おお、なんともいかんともしがたい武器ってことか。でも攻撃が強くないな。レイピアよりもちょっと使えるくらいかな。で、あ、そうだ、太古の鎧なんだけど、やっぱり HP 回復するんで、ちょっと意味あるか分かんないけど、ボーボーを一番先頭に置いて見ます。で、殴られても回復するんでね、ちょっと見てみようか。あー、ダメかな、ちょっとワンターン切るかな。一旦防御で。で、誰に来るか。あー、しまっすまん、空気読めなくてすまん。じゃあ、もう一個ここで行こう。ほい、すまん敵が出ない。何の宝箱かな。ドラゴンファギー、何系のアイテムだかも一切わかんない。あ、ちなみにあのダイヤル式なんですけど、なんかコメントありがとうございます。一回もう当たりを引いちゃうと以降その番号だけでずっと大丈夫だよっていうお話をいただいちゃったんですけど、どうしましょう。ん、あれ、ドラゴン、あった。装備すると身のこなしが切れる槍。何それ切れたナイフってこと。誰が装備できるの。お、俺槍だから、ごめんちょっと携帯が、はい、槍だから突き攻撃がいいのかな。そしたらウォーハンマー、ああいいか、父ちゃんの剣よりも、ああ今じゃあこれでいいか。父さんの剣も売り飛ばしちゃっていいのかな。この部屋は敵は出ないんですね。あれ、またここに戻ってきちゃった。これさ、行きと帰りが違うのか。あ、いや、そんなことないな。ある程度は出入り口が決まってて、ここはリスタートになるんだね多分。
ほい、沖の夕焼けと、ウォーフラッターと、セイバディ、お、あ、チコもありがとう。あ、俺もか。よし、これでボーボ回復役として、役に立ちそうですね。そうなってくると、まあ、パッドが今度、必要なくなるのかな。音が結構うるさいね。あー、ある程度じゃあ正解の道はあるんだね。おかしいな。あ、でここ紫色だともう入れなくなってる。あー、じゃあここは外れっていうか、まあ一つもうここで行き止まりのものになっちゃうんだね。ということは、まあ、しらみつぶしかな。いきなりここに飛ばされてきたんだけど。どうしようかな。しらみつぶしだっつってんので結構いい加減に通ってるよね俺。うわー、ワープできなかった。ほい、槍はね縦切りと突きが強いかな。横切りが弱い。あ、ここに戻ってきちゃったか。ちょっと大変そうだね。ここがまだ通ってないっていうか、あんまりちゃんと探索してない場所だよね。あー、でもここに戻ってくるのか。ほい、で気づいたのがここに宝箱がありますね。ここは知ってる道なのかな、それとも同じ。ん？不思議な模様。あ、いいです。TP 吸収。あー、最近ちょっとレベルが上がらないんだけど、でも開けちゃおう。あー、月地しよう。あ、これドーピング剤だよね。ドーピング剤はもうちょっと使っちゃいましょう。何分？ 30 分。進まねえな。アイテム、あ、月地しよう。HP の最大。あー、R くん低いもんね、やっぱ比べると。結構伸びたね。これをじゃあここに入ると、あ、自分家に帰ってくるのか。ほい、メテオライト。武器かな。なんか魔法系が伸びそうな名前だけど、ちょっと見てみようか。あ、アイテムの方がいいかな。め、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 あれ？め、あった。戦闘用アージェスを呼び出す巨大な岩が、あ、やっぱりあれ隕石だったんだ。こっちには、あ、もうないか。3つしかないんだからそんなに難しくないはずなんだけどね。じゃあここ下に行ければ良さそうだよね。ほい、アブタイトリ。ちょっとすでにボーボが頭角を現しているんですけど、低レベルでも十分隠し針。あー、開けちゃおう、どんどん開けちゃおう。あ、大丈夫。癒しの実、結構ダメージ覚悟で望んでるんですけど、なかなか食らいませんね。で、一つね、試したいのが、あ、今試そうかな。デモンメールなんだよね。デモンメールを、あ、もしかして、あ、いける。これでやるじゃん。で、そうすると毒になるはずなんだけど、
その毒っていうのが、なんだろう、速攻で例えば状態異常回復で外せるのかを知りたいんだけど、毒外せる、あ、アブタイトリーは防御力を上げる、あ、ステータスアップですね。やっぱりそういう感じのものがいくつか今後出てくるのかな。状態異常回復が持ってる、状態異常回復あったか、とある、でチコにちょっとかけて、でこれが治れば、あ、治らないと、に23クラウンだよね、これダメだな。なんかアクセサリーつけられないもんね。この武器を持っているとマイナスステータスがね、状態異常にかからないとか、そういうものがないと、あー25か、めちゃくちゃ魅力的ではあるんだけどね。よほど HP が高いキャラじゃないと難しいよね。でここは拷問部屋に、あ、違うわ、まずここに来ないといけないのか。はい、パニッシュメント、パニッシュメント、パニッシュってなんだっけ、なんか裁判系だっけ、特技パニッシュメント、ダークトルネードから敵全体を殴る。さて右か左かどうしましょうかね。なるべく ここの場所はね、あまり周回プレイをしたくないし、そんなにね敵が強くないんで、それこそレベル上げはいらないのかなと感じてますが、まあそれでもね、どんどんレベルは上がるね。これさ、例えばボーボだけをレベル上げたいなって思った時に、そううまくいかないんだよね。こう勝手に戦闘不能になっても、次の戦いでは1残って回復しちゃうんで、あ、これ当たり引けたかな。で味方に攻撃もできないんで、正直言ってリリースはほっといても構わないんだけど、電流、結構電流はね食らう傾向にあるけど余裕ですね。アルクの器用さがどんどん上がっていく。そしてメテオライト、なんだ、隕石の怒りを知るか、星の涙を、どうしようかな、下行こうか、あ、こっちは、こっちもスイッチじゃねえ、石、輪っかがあれば、まあ、そちらに行ってしまう、あ、道具使っちゃおうか、めんどくせえから。メテオライト、あ、これ、ね、全体敵1列の上に、これ全体光ってるよね、1列 2列状態なんだけど、え、これ入る全部、あ、入ってる、あ、1列麻痺、あ、棒は麻痺、あ、しかし回復強い。そして夢の島、イルカの祝福、クイエット、結構ガンガン技を覚えるね。成長もねすごい早いしね、早いっていうか、まあどのキャラにも言えることなんだけど、夢の島は、お、攻撃力、ナギは月から、シケが水属性、あ、縦切りね。イルカは味方一人、全回復なのに1しか使わないの、あれ、ちょっとボーボチートなんだけど、俺ね、あんま強すぎるキャラも使いたくないんだよね。当たりを引いてしまいました。ちょっと強くない？いや、ちょっとどころじゃないよね。もうパッと、あれ、パッと弱い？もしかして火炎
魔女の助け。弱いとね、途端に俺使いたくなるんだよね。愛着が湧き出すんだよね。あ、俺強いやつ嫌いだからさ。ちょっと待ってね。魔女の助け。TP。あー、これは、どうしよっかな。ちょっと保留で。リリスはどうした？知りません。助けてこいとか言われたら嫌なんだけど。あ、でもな、連帯行動だからな。探してこいって言われるのかな。遅かったな。すいません。途中でリリスとはぐれまして、申し訳ありません。リリス、奴らは先に帰ったぞ。お前たちがあまりに遅いので、先に一人で来たそうだ。じゃあ、そういうことで、と伝えておけとのことだ。リリスのやつめ、人の気も知らないで。まあ、いや、まあ、俺も気にしてないけど。もう帰っていいのか？まあいいでしょ。時間もね、40分やってるし。遺跡からやっとの思いで帰ってくると、リリスはケロッとした顔で僕たちを迎えた。はい、皆さん、遅かったじゃないの。どうしようかな。これなんか何？ふざけるな。僕たちがリリスにそう言うと、リリスはツンと唇を尖らせて膨れ面をした。あ、それひどい。私はあそこを一人で冒険しなきゃならなかったんだからね。そっちは三人で遊んでたくせに、ひどいじゃない。リリスちゃんはたった一人で心細かったんだから、嘘をつくな。何を言っても無駄だった。ちょっとむくれてしまったけれど、明日には機嫌が治っているだろう。いいよ、いらないよ、リリス。 リリス冷遇していこう。もうリリスを今度は冷遇していこう。ボーボーはちょっと使い方が困るな。このゲームのね、バトルの難易度的に全回復なんていらないような気がするんだけど、あ、あれか、戦闘風の、あれ？今日はポーチェと会う予定だ。それじゃあ迎えに行くか。よし、これは次回に持ちこそう。じゃあよろしくお願いいたします。